一斉に走り出した選手が泥をかぶりながら網をくぐっていきます。時には思いっきりジャンプして、まさに泥だらけです。四万十町対象地域の中津川集落の住民が運営するドロンコ運動会は今回で14回目。新型コロナの影響で中止が続いていましたが、住民たちが地域を盛り上げたいと昨日6年ぶりに復活させました。ドロンコになります。四万十町内を中心に集まった6人1組の8チームが10種目で優勝を争います。最初の競技はチームワークが勝負を決める6人7脚。足をしっかり縛ったら全身を泥の中へ。ゴールの旗をつかむとこの笑顔です。続いてはドロンコサーフィン。波乗りならぬ泥乗りで速さを競います。腰を落としてバランスを取りますが、引き手が引っ張るスピードが速いと、もうドロドロになる機会がないんで、はっちゃけて大の大人が楽しんでおります。なんか田植えとかも今機械じゃないですか。もう泥の中に入ってこんなに子供の、ね、あの子供に帰って遊ぶっていうのがすごい楽しい。こちらは回しを締めて気合を入れる選手たち。あれ見てどうですか。最高です。似合ってます。一番似合ってる。今場所、今場所優勝しかないです、はい、何。今度は泥の土俵で女相撲に挑戦です。投げちゃいな。おっかなびっくり組み合う女性が多い中で、注目は左の選手。横綱張りの強さに他の選手もこの表情。泥の中で繰り広げられるユーモラスな真剣勝負に、観客も選手も大盛り上がりで、普段は静かな山里に歓声が響いていました。いや、もう想像以上に皆さん盛り上がっていて、もう僕も嬉しいですし、もう何より地元の方々がなんか笑顔で見回ってる姿がすごくいいなと思いました。人が集まるのが少ないことも多いんですけど、まあ、こうやって今年このドロンコ運動会をきっかけにまたいろんな人が来てくれると嬉しいなという話をみんなでしながら。中津川のドロンコ運動会は来年も開催予定で、町外からのチームも大歓迎だということです。